はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。今日は、ブラックアウトに新しく追加された新ルールの、アルカトラズを生放送の時にソロでね、19キル優勝したので動画にしたいと思います。で、このアルカトラズっていう新モードは、狭いマップに40人マッチで、4人分体のクワッツかな、モードのみで、リスポーンありっていうルールなんですけど、まあ、後半はね、リスポーンなしになるんですけど、で、今回はそれをね、ソロでね、行きました。他の分体をオフにしてソロで行く。っていうでソロで行くことによって、リスポーンができないんですよ。死んだ時に本来であれば4人の分隊中1人でも生き残ってれば数十秒後にリスポーンできるっていうルールなんですけど、今回はそれをあえて他の分隊オフにしてソロで行くっていう鬼畜モードにして、なおかつ、なるべくねキルを狙いに行くっていう縛りをしてっていうね、ただただド M チャレンジなんですけど、まあ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。よし、移動するか。銃声はやっぱりあっちだな。聞こえるのここだな。みんな大好きだな、ここ。まあ1位狙うなら行かない方がいいんだけど、キル数も狙わないといけないから行くか。行きましょう。ラグ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 、なんかラグ。ガシを切ったじゃん。漁ってんな。なんか朝、あ、ちょっと聞こえんかった。なんかラグいんだけど、何これ、何、どうやってんだこれ。これゾンビも映ってますね、ちなみに。ねえ、ラグい。なんだこの部屋。めちゃんこラグい。一箇所に集まりすぎてるからかな、敵が。まあ、どっちもバリケードある。道は開けた。ガーディアンありました。無理です。ありがとうございました。撤退ガーディアンあった。無理です、あれは。グフラグないと。ちょっと厳しい。敵もセンサーだとか。ならば下から行かせていただく。ラーグ。撃てない弾が。
Further collapse expected. Relocate to safe zone. あと1枚がいるはず。マドックスにサイトいるな、これ忘れてた。刺さってる。君フラグ持ってないか。フラグ持ってないか。あ、火炎瓶がある。いや、あれ分からん。どっかにいるけど見えない、よく。下だな。ラーグ。メイジャーインスタビリティディテクティッド。イヴァクトセーフゾーン。ショルダリング、ショルダリング。まずい！なにこれ！切るか。うわー、20球届かなかった。でもまあまあ、ソロチャレンジとしては十分じゃないですか。いやー、1時間で終わったな。でもいやー、やいく、もっといけるな、キルス。
the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, hoping when it's gone, took you to